さて今回はスクエア1の、エルパームの覚え方のコツです。エルパームは90度の位置のエッジの2点交換です。指使いは、Twitter で知り合った、ともやんさんに教えてもらいました。まず、隣接している交換するエッジは右と前に置きます。縦回転は親指を下の状態から、奥に回すのと戻すのを繰り返します。まず奥に回します。左手で上を90度引っ張る。縦回転を手前に。今度は下を90度引っ張る。縦回転を奥に。次は下を左に90度戻すんですが、右手の人差し指あたりを使います。縦回転を手前に、左手で下を90度引っ張ります。縦回転を奥に。この綺麗な形になる。ここまではなんとかなると思うんですよ。上引っ張る、下引っ張る、下戻す、下引っ張るです。次は左の2連エッジを切れ目に沿うように並べる。切れ目の左側に2つのエッジ。縦回転を手前に、2連を切れ目に沿うように移動して回転させた直後は下と覚えます。なので、次は下。微妙な位置まで引っ張る。ここまでですね。縦回転を奥に。2連を元の左側に戻す。縦回転を手前に。2連を今度は切れ目の右側に沿わせる。縦回転を奥に、2連を切れ目に沿わせた直後の回転なので次は下。中途半端な位置にあるので遠い側の上に戻す。縦回転を手前に。戻した下を再度微妙な位置に。縦回転を奥に。ここまで来ればもう少し。上と下が中途半端な位置にあるので、人差し指と薬指で引っ張ります。上は近くに合わせる。下は手前まで引っ張る。ここです。ここの出っ張りとへっこみを合わせたんですね。縦回転を手前に。上が富士山みたいな形になり、手前にへっこみがあるので、下のへっこみを手前に合わせる。縦回転を奥に回して終わり。あとは必要に応じて中段調整とか上下入れ替えとかですね。もう一回やってみます。まず奥に回す。上を引っ張る、回す。下を引っ張る、回す。下を右から引っ張る。ここが合うまで。回す。下を引っ張る、回す。次は左の2連エッジを切れ目に沿うように並べる。回す。下を微妙な位置に引っ張る。回す。2連を左に。下の微妙なのは保留したまま回す。2連を切れ目の右に。回す。下の微妙なのを奥に。回す。また微妙な位置に戻す。回す。上と下が中途半端な位置にあるので、人差し指と薬指で引っ張る。回す。右手の親指で寄せて。回す。終わりです。最後に解説なしで。まだこの辺が慣れません。あとは何度も回していると、覚えられるんじゃないかと思います。ぜひ皆さんもエルパームを覚えて、スクエア1を攻略してみてください。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。